富士信主は、戦国時代から江戸時代前期の武士。富士氏の一族、富士家先祖代々の墓大宮城主であった、富士信忠の子である。富士氏一族でも大宮寺職を継ぐ本流に対して、初流にあたる。信忠信道と連なる大宮寺職を歴任した本流は、武田氏による駿河進行以後は、武力解除が進められ、 新職としての体制に集約されていった。一方、信重は、本流とは異なる動向を示しており、富士市の本拠である富士大宮から離れた地で治療を得ていた。天正19年5月3日には、徳川家康より治療地として長尾台、飯島に百国を与えられている。信重は、長尾台に屋敷を有しており、新編相模国風土機構の長尾台村の上には、 福島田と知るせしを見ると信繁は当村に居住したと、ある。関英書家系図伝によると、通称は一米で、小牧、長久手の戦いの際に、家康に属し、その後の家康の関東天保にも同行し、以後、徳川家光の代まで仕えていたという。また、関西重修書家府では、相模国鎌倉軍及び、下兎国印馬軍に治療を得ていたことが記され、また、 関ヶ原の戦いに参加したとある。五番次第第には、小牧、長久手の戦いと同年の天正十二年に、松平公安機下の大番子となり、以後死去するまで同職にあったとある。商法三年に八十六歳で死去。長尾大の所領は子である、藤信成が引き継ぎ、信成の墓所は同地に位置している。ありがとうございます。